えー、夜な夜な配信は質問何でも OK ということですが、普段ん、ひろゆきさんに来るような質問は正直違うと思うんですが、どう思いますか、仕事の相談や家族の相談など、ゲストに関係ないようですああの。僕もそう思っていていいななかなか気まずいですよね あの、まあ、その、よなよなチャンネルっていう方で、今日もあの、峰岸みなみさんとお話をしたんですけど、まあ、今日はなかったんですけど、たまにあの、ひげおやじについてどう思いますかみたいなこと書かれることがあって、いや、あの、ゲストの人、ひげおやじって知らないでしょとか、あとその、あの、生活に関してどう思いますかみたいなので、いやいや、ゲストそれ興味ないでしょみたいな。あの、僕が一人でやってる時に僕に質問してもらうのは全然いいですよ。どんなことでも僕は構わないんですけど、 あの、ゲストの人で、そんなこと聞かれた方が分かりませんっていう人って結構いるじゃないですか。ただ、それやられると、結構微妙なんですよね。で、あの、僕、コラボしないんですけど、あ、まあ、正確に言うと、あの、他の人のチャンネルに出演することはあるんですけど、あの、自分のチャンネルで誰かとコラボするって、多分一回しかやったことないんですよ。あの、ひげやち別ね、あれ人間じゃないんで。その、結局その、あの、 僕に対して質問したいのであれば、僕一人の時にやればいいことなので、そのゲストの人が来た時に、多分ゲストの人に合わせなきゃいけないですけど、その、 僕の放送を見てるような頭の弱い人たちとか、ニートとかこのミアリさんとかコノミさんの人たちって、そういう TPO をわきまえてないので、そのゲストを呼んだ時にも、あの、ヒゲオヤの話をするみたいな、その狂ったことをやりがちなんですよね。なので、あの、基本的にはその、失礼なことをすることになってしまうので、なので、あの、僕、その、コラボで人を呼ぶっていうのをやらないようにしてるんですよ。だからなんかその、 そのなんかあのチャンネル出ませんか例えば、x か。例えばその YOSHIKI さんのチャンネルに僕出ること、出たことあるんですけど、あれもそのじゃコラボでひろゆきさんの方でやりますかって言われたんですけど、僕、丁重にお断りしたんですよでその。絶対失礼なことを書くじゃないですか、お前らアホだから。で、その、お前らアホが失礼なことを書いたときに、僕が代わりに謝らなきゃいけなくなって、でそのなんか y o さんも微妙な気分になるみたいな、もう誰も幸せにならないことになるのが、なんか目に見えてるので。 なので、はい。あの、僕、コラボしないようにします。だから、うーん、だから、そういうで行くと、なんか、あの、なんか、オリエンタルラジオの中田さんとも今度コラボしましょうって話があるんですけど、あの、絶対お前ら失礼なこと書くだろうと思ってるんで、はい。ひろゆき管理能力不足だ、まあ。僕の問題、いや、だから、そう、いや、だって、その、ガチしか、コメントならガチしかとできるんですけど、その、スパチャ流れてて、相手の人が見たら嫌な気分になるじゃないですか。 だ僕別にその、どんなこと書かれても別に嫌な気分にならないですよ。その、おかしな人がおかしなこと書いてるよねっていうので、はいはいおかしな人ですねで別に終わりなんですけど、その、世の中って、その書かれたテキストを見ることで、あの、気分を害する人っていらっしゃるんですよね。中田なら仕方ない。まあ中田さんは大丈夫だと思うんですけど、まあなんかそういうなんかその、あの、わざわざなんか来ていただいて不,不機嫌になられるってなかなかきついじゃないですか。はい。